梅内つねおは、共産主義者同盟赤軍派の活動家。1947年、青森県に生まれる。青森県立八の高等学校卒業後、福島県立医科大学に入学。在学中に、共産主義者同盟に加盟し、赤軍派の結成と同時に、赤軍派のメンバーとなる。後に連合赤軍メンバーとなる、上垣康弘。 赤軍派にオルグしたりしている。梅内は爆弾製造を担当しており、考案した爆弾は俗に梅内爆弾と呼ばれるようになり、震災翼の爆弾闘争を飛躍させることになる。しかし、大菩薩峠事件の捜査で梅内の名前が浮上したことから、爆発物取締り罰則違反で指名手配となった。その直後に地下に先行した。 手記で表された思想は、後に、日本原住民論として結実し、反日テロが続発するきっかけとなった。1972年5月10日付の映画批評に、共産主義者同盟赤軍派より、日手打倒を志すすべての人々へと題する手記を、寄稿し、大田竜、竹中務、平岡正明について、エールを送り、大田が、 同志として公然と確認しようと答えたが、それに対する梅打ちの返答はなかった。これが梅打ちの最後の消息となっている。1978年1月10日に控訴事項が成立した。審査翼の中には指名手配容疑の控訴事項成立後に公然活動組織などを通じて、声明などを出したり支援者の前に姿を現す者もいるが、梅打ちは、 そのような具体的行動を起こさなかったため、未だ埋め打ちの行方は知られていない。ありがとうございます。